VG99 はリアルタイムパフォーマンスに最適なコントローラーも装備しました。 D-BEAM とリボンコントローラーです。ピッチやフィルターのパラメーターを割り当てることにより、とても面白い見せ方をすることができます。フィルターはリボンでやってみましょう。これらは VG99 のすべてのパラメータを割り当てることができます。例えばディレイのエフェクトレベルを割り当てるなど、面白い使い方が考えられます。今までになかったステージパフォーマンスを実現することができますね。もう一つ新しいパフォーマンスをご紹介します。フリーズという機能です。これは音をホールドさせてしまう機能で、D-BEAM がそのスイッチになっているんですね。こんな感じです。